はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もチェルノブライト続きやっていきます。いや、厳密に言えば続きではないのかな。しばらく投稿していなかった理由はまあいろいろあるんだけど、まずそれの一番大きな原因の一つとしてデータが吹っ飛んじゃった。いや、完全に吹っ飛んだわけではないんだけど、なんだろう、アイテムウィンドウを開いた瞬間にエラーとか、何をしてもエラーを吐き出されて、もう進行不可になっちゃって、でついにはそのセーブデータの続きをやろうとしたら、もうバージョンが古いものなんで進行不可かもしれませんっていう警告が出るようになっちゃって、まあ早期アクセスゲームだから仕方がない、もう以前までのデータはおじゃんなんで、また最初からやろう。オプション項目とかちょっとこの辺アップデートで見た目が変わったってところぐらいかな。あと、あれ、ゲームの難易度はあったっけな、以前は。これはなかったね。なんだこれ。ああ、日数制限を設けれるんだ、自分で。へえ。ああ。10、15、20、30、50、99のうちのどれかだ。スキップイントロダクション。まあ別にスキップしなくていい。リミットをわざわざね、短めに設けたってね。あ、ベストは15って書いてあるから、長くしすぎてもダメってことか。なら、15日にしておこう。で、まあ、ちまちまアップデートはされてて、新しい人物とかイベントが増えてるらしいんで、またちょっと新しい体験ができるかもしんない。さて、とりあえずこの隠れ家まで来て、はい、オリバーが合言葉を言えと言ってきて、あれ、最初の時どっち選んだっけ。まあどっちでもいいか。パロール、お、クラフト可能範囲が広くなった？いや、そもそもここまで広かったのかな？気づいてなかっただけ？まあまあまあ。じゃあこの辺に。ワークショップ設置しといて、また一からこの辺作らないといけないとは。これも変わってないな。こっちに自分のお部屋があると。なんだこれ。VR デバイスについてのノート。タチアナプロジェクター。さて。さて、またこっからだ。今度はそうだな。ミッションの順番を変えてみようか。これはまだアーリーアクセスなのでできませんと。初回のプレイでは、オリバーに嫌われちゃって、ここから出て行っちゃったから、今度はちゃんと仲良く。飯をちゃんと与えないとな。レッドフォーレスト？これなかったな。追加されたエリアかな。薬草系が結構たくさんある。あ、メディシンドロップって書いてあるから、医療系アイテムの物資が投下されてると。まあ、行ったことあるコパチとか、ね、新しいイベントあるかもしんないけど、今更また行ったってしゃあないから。レッドフォーレストイゴール配置。オリバーは、急にベースから出て行ってもね、なんか悲しくなるから。腕も怪我してるんだし、ベースに留まってくれ。OK、開始。おい、来た。おそらくアップデートで追加された新しいエリアだ。逃げたいときは、これを使えと。
マップ。現在地はどこだ、これ。ここか。ここぐらいしか何もロケーションが登録されてない。OK。敵のスポットとかは相変わらずなさそうだから、自分で目視で見つけていかないとね。あと、以前の敵、めちゃくちゃアホだったんだけど、ステルスが余裕でできちゃうぐらいアホだったんだけど、そろそろアップデートで頭良くなってそうなんだよな。悪いままで良かったんだけど。このクイックメニューがなくなんない。ちょっとクイックメニューが消えなくて邪魔くさいけど。進んでみるか。そうそう、オリバーとちゃんと仲良くなるには、飯を たらふく食わせて、やるこった。出た、早速緑の光るやつ。倒しといた方がいいかな。向こうから勝手に来るもんな。OK。銃声が変わった。倒しても何も得られないけど、襲ってくるなら仕方がない。これは飯を作るときに立てればいい。コンテナ、ハーブ。またいる。こいつ倒しても別に何も得られないから、弾もったいないな。でも襲ってきそうだから。OK。あ、もう全然弾ない。どうしてくれんの。拳でやったらこっちがボロボロになっちゃう。まだいそうだな。そしてマップで見るとエリアが結構広く見えるんだけど、実際そうでもないんだよな。まあ NAR の兵士、いや待て、NAR の兵士が敵の方がリボルバーの弾を落としてくれるから ありがたいんだけどな。ハーブが豊富にあるならいただいておこう。この辺全然汚染はされてない。びっくりするぐらい静かだ。兵士おらんか。メカニカルパーツ。あ、向こうに。おっ。待って、弾もうないぞ。3発しかないぞ。避けるか。待って、たくさんいる、たくさんいる。最初に来るべきじゃなかったかな。おとなしくコパチに行ってろってことだったかな。それとも手を出さなければ襲ってこない？仲良くできる？やだ。ちょっとこっち。なんだここ。入れない。向こうにもいる。
物資、物資欲しいな。あらら。なあ、なあ、待て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 。こっち来てる？来てない。手出ししなければいいのかな？エンダーマン的存在？これなんだろう。コンテナ。あっ、あった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 。だなんだよ、ちょっとずつ近くに湧くな。たくさんいる。ちょっと離れよう。こんなところに兵士いるわけないな。あ、向こうにもいるもん。こちとらアイテムをぼちぼち漁りたいんだが。うん、フードレーション。フードレーションないかね。フードレーションないとオリバーを満足させてあげることができないんだけど。そこの裏か、今度は。あら？なになになに？なんでこっち来んの？めっちゃゆっくりだ。ちょっとさ、先にさ、サプライを。何？待って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 。体力ゲージが現れたってことは。最初のクエストをクリアした。それはいいんだけど。で、コンテナの中身ちゃんとあさられて。これもやるっきゃないな。勝手に近づいてくるもん。たまない。かかってこい。かかってこい。はっ。はっ。ああ、拳強い。拳強いけど、もう、たまない。困った。ここでハーブを手に入れつつ、体力を回復させながら、拳で戦うこともできるけど、なんか向こう気になるな。囲まれてるけどどっかに入り口がある。ああいうところはちょっと先にサプライの中身をちゃんと回収したいんだけど、ケミカルばっかりだな。サプライを回収させて。やだオッケー。逃げよう。この辺をちゃちゃっと取って、この塀の中に入る方法を知りたい。外周ぐるっと回ってみよう。ノー、どこにでも湧くな。あいつも殴って倒すか。あ、待ってよ。ひょっとして仲良くしてくれる？仲良くしてくれてる？どこ？入り口がない。入り口がない。正面の入り口しかないのかな？正面戻ってきちゃった。隙間から中がどんな感じか見えないかな。うん、入れない。入りたいんだけど。そのうち入れるように
まさかこういうところ。ダメだ。ん？なんか書いてある。なんか書いてあるけど、わかんない。フードレーション手に入れないと、オリバーに怒られる。いや、怒られはしないけど、ストレスを抱えてしまう。ああ、これ線路の奥の方も行けるのか。線路の奥側行ってみよう。あ、こういう放棄されてる列車の中にアイテムありそう。お、ケミカルか。フードないか。フード、なんかそこにたくさん映ってる。映ってるけど緑のやつがいるんだよな。よっぽど接近しない限り攻撃してこないみたい。あ、寝袋がある。いっそマッシュルーム食べてくれてもいいんだけどな。あ、びっくりした、ウサギだ。わわわわわ、めっちゃいるな。どう、真後ろで湧き上がった。やめてやめてやめて。うわわわわ、近い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 。痛い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 。暴力反対。これ全然当たってる感じしないけど、ちゃんと拳が当たっている。いやー、ハーブはなるべく温存したいんだけど、なんだろうな。やっぱり目があったら、目があったら襲ってきてない、こいつら。で、マップの左上の方に建物があるのかな、ひょっとすると。うおー、ポポ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 ポ。なんだよ急に目の前で湧くな。何にもないな。何にもないし、こいつだけしかおらんな。端っこまで来たのに何にも、もう、ほら、痛い痛い痛い。あ、これもしかして死んじゃう？これもしかして死んじゃう？あー、セーフ。待って待って待って、回復しよう回復。OK。何にもないね。帰ろうか。帰ろう。あの塀に囲まれた集落のようなところはイベントかなんかで入れるようになるかな。